まあいっぱいっていうところが本当に最後のあいなく戦だったので、まあ、悔しいの一言に前半戦振り返ると尽きるんですけど、まあ、それよりもまず前半戦、まあ、今季戦うにあたって9節のところのあいなく戦っていうのがすごく重要になるのはもう分かってたし、私自身もすごくそこへの期待というののプレッシャーは感じていたので、そこまでにこけないようにとか、まあ、あいなく戦に万全というのはコンディションもそうですけど、星取り表もそういう勝ってもひっくり返らないとか、まあ、首位攻防っていうところの意識はすごく持ってたので、そういう意味では本当に苦しい戦いの連続でしたね。